1番の九島まずは切っていきます。赤番で切りました1番の九島直樹。ラインの3者が出て7番の桜井学は中段から中段、2番の吉川達也は後方の7番手。赤番で切った1番の九島直樹、桜井学は中段の位置で2番の吉川達也は後方の7番手、あるいは九島が逃げる展開か。4コーナー回って最終周回と向かっていきます。腹をくくって1番の九島直樹が主導権です。先行九島、そして中段射程圏か7番の桜井学。1センター2コーナーからまくっていきます。7番の桜井学のまくりマーク、3番の太田陳一、4番渡辺風情と関東勢、3コーナーカーブでどうやら捉え切ります。2番の吉川達也はその後ろからのまくりを呼び、2センターから4コーナーカーブどこまで届くか。4コーナーから直線です。先頭中段まくり、7番の桜井学直線コース、番手3番の太田陳一、3番の太田陳一追い込んだか。外目にはこの足でやった出した。出した。かけさせる。雨。雨。どうした。やだ。こんなあるのかね。ちょっと。あと予想。ちょっと。ちょっと。やったことない。連日抜かれてますね、太田さんに。はい、タイトルホルダーなんか3度目はないですから。いや、太田さん、なんか仕上がってますね。でも本人が一番びっくりされてたみたいですけど。いや、でも今日風強かったんで、あ、ちょっと流れてこなかったし、うん、あ、じゃあ前でかける選手にはきつい風ですか。そうですね、うん、俺ももっと九島君が切って、うん、吉川で動き見ながら車間結構開けてたんですけど、うん、それもすらもきつかったんで、いや一着が減ってきたな本当に。いや、もう前のレースで花村さんのまくり見たんで、うん、いい試合になりました。そうですね。いや、連日、はい、桜井が頑張ってくれてるね。いや、自分でもちょっとびっくりですけど、桜井さんもやはり昨日かわされてるんで、ある程度自分の一着っていうのも考えながらだったと思うんですけど、まあでもね、タイミングでガクがやっぱ行ってくれてるんでね、うん、まあ、自分でもびっくりです、はい、良かったです。ピンピンっていうのは、いや、ないですね、記憶ないんですけど、ないです、多分ないですね。ガクも今日いい感じ仕掛けてると思うんですけど、はい、まあ、それかわせてるんでね、はい、まあ、自分も悪くないから、まあ、ね、前回前々回ちょっとオーバー気味なのもあったんですけど、まあ、なんか今回は軽いです。今日もあんまり風は気にならなかったので、おいいと思います。2人で勝ち上がりましたし、3度目はありそうですか。そうですね、また明日も桜井君と一緒なんで、はい、しっかりマークしてくっついてください。期待します。ありがとうございます。